はい、どうもニノです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ヤビン砲防御側、ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。まあ、現在またスペシャルフォース&ダブル XP というシルバータイムでありますので、経験値も稼ぎやすいといった感じになっておりますが、そしてね、ギリギリでマッチに飲まれるとスキンが反映されないというね。逆にあそこだ、まあ、逆にノーマルスキンというのはそれはそれで新しいだろうと、いう世界線にはなりませんか。西に置かれてるけど、そこに隠れてるのはあれなんじゃない。ただね、後ろにスペースがないからね、出れんねん。結構ね、難しいんだよな。その後ろにスペースがないと、意外とね、分隊の起点になってると思いきやなってないパターンあるので、そこ角待ちしとるやつおったな。早く西ターボレーザーへ向かい。やりきれなかったわ。ただそれで死ぬな。西は解除できず、真ん中置かれてないのがまだ唯一の救いだが、これ西に守ってた人たちが真ん中来るパターンはあるぞ。ここの裏取ってくるでしょ、多分。この流れは裏を取ってくるやつだと思うんですわ。どうでしたろう。この上あたりで撃ってない？撃ってるじゃん、普通に。ナイス、イボーク。後ろ。東ターボレーザーが爆破される。左右から来るタイプか。余裕ってこと。まあ、全員倒しますけど違うな。ちゃんとやってきてるな。気をつけた方がいいぞ。これこの辺いるだろう、普通に。いそうだな。どっから弾取った。上か。そうなんで、彼から出ないんだけど、彼のとこね、後ろにスペースがないんですよ。後ろにスペースがないってことによって出らんないというね、闇の展開を迎えています。後ろにスペースがないんですわ。彼はうまいことやってるけど、彼うまいことやってるな。殺されないことになるぞ。まあまあ来てるんだな。まあ、余裕がある攻め方してるね。真ん中残してるっていうのはかなり余裕がある攻め方してる。かなり余裕がある攻め方をしてますね。真ん中残しなんで解除に行ってほしいけど、解除が厳しいんだったら人数はきっちり削った方がいいね。うん、中にいるね。だいぶ中にいる。中庭の爆発が近い。頑張れ、削れる削れる。そうだね、君はそこでヘビーを撃って牽制してくれ。俺は突っ込む。くっそ、未確認だがかなり手強い。くっそ、やられとるぞ。ここは一旦 ST をメタロウ。ここは一旦 ST をメタるのがいいと思う。かなり組織だった動きをしてるから、分隊シールド多めってところが、基本ノラで分隊シールド持ってる人はほとんどいないんで、ノラじゃない可能性も踏まえて戦った方がいい。これヒーローが一箇所も詰めてくるね。詰めてくるぞ。ばらけて守るほどの余裕はないぞ、これ。
ステーション取りてえけど、ステーションもだいぶ入られたな。ステーションで時間稼ぎてえな。戦闘に加わった。守りを固めろ。ロックした。行けるぞ。行こう行こう。野営地守りになるのか。ただ野営地もダメなんだよな。いけてないんだよな野営地も。いいよ、やれやれやれ、削れ削れ。いいよ、ゆっくり歩いてこう。オッケーオッケーオッケー。押し返したのでかいじゃない。置いといて、そうはさせん。これ倒さないとまずいな。やられとるぞ。エイトか。いや、エイトもありだと思う。ST 来てないのかな。 ST 目立ってるんだけどな、個人的には。ST もいるよな。 ST もしっかり止めた方がいいよな。コントロール失いそうよ。いや、きついな。あー、待った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 。敵は数と装備で上回る。頭を使って立ち回れ。もうちょっと人数削りたいね。まあ、エアリアルとヒーローでやらしてきてるから、 ST は俺が止めないとダメだな。これ ST どこ行った？下がってんのか。ごめん、逃げられた。そうだね、全部打ち切った方がいい。で、降りたから、追い返せ追い返せ。いいぞいいぞ。頼む助けてくれ。撃って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 。なんで生き残ってんねナイス。 BB8 いいよ。中任せるわ俺。ちょっと外なんとかする。いいよ、いいね。ごめん、ここどこ。ああ、かなり裏取りしてんだこれ今の人。エイトとレイでしょ。うん、完璧や。完璧な守りや。俺は ST 見るか。抑え込んだな。た ST なんだよな。ここ崩してくるのは絶対 ST なんだ。おるやろ ST。 ST の足音するね。おこう。後ろから失礼しますわ。やべ、後ろから失礼しすぎて全然現場まで遠いんだが。ナイス、いいよ。後ろから失礼しすぎて俺現場に到着する前に撃たれない。おら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 いいよ。これだいぶ削ったよ。もう ST じゃねえなこれ。レイが死んだか。レイ出してもいいな。あれが BB8 がやられるとやばい。上で撃たれている。まずいかい。バランスが悪くなったか。まだ生きててくれ BB8。あ、死んでる。私はレイ。ガラクタを漁って奴を感じる。殺
で止めたくはある。そいつの怒りを感じる。切れてるな。あーと SD がいる。耐えるしかないんだよな、この状態。 ST がちょうどいなくなっちゃったんだよな。 ST 対策してた俺が。他のヒーロー来てほしいな。そうだね、出てきなさい。あとちょっと ST 止めてほしい。ST 止めてほしいカモンを。 ST 止めてほしいカモン。あなたは私の仲間を。カモンのやつです。まずい、危ない。とちょっと一旦下がります。敵のヒーローが来る前に抑えないとダメだな。 OK。 あーぶねデータの消去が完了した。ヤビンにはもう何もない。帝国軍に下げる。新しい基地で仲間と合流する。今度はこちらが攻勢に出る。ナイスナイス。ST 対策いなかった。 ST 対策やっぱ俺だけだったか。俺だけだったか。あぶねえあぶねえ。いやしっかり守ってるのやっぱ強いね。ありがてえ。いや BB8 が生きてる間に出せばよかったな。あの時もうじゃ誰か出すだろうと思ったんだけど、いやあのまま8残れっていうのは死ねって言ってるようなもんだからな。まあ下がるのしょうがないんだけど、それより早い段階で出してあげなきゃダメだったな。すまねー。すまねー。もう少し早く、生きてるうちにやればもっと早く勝ったかもしんない。いや、あそこはサイスタダートだね。あそこは再出撃して、エイトがきちんと引き切る間に出して、もう一回エイトと立て直して、取ればこんなに苦戦はしなかったかもしれん。まあ、ただやっぱ、ちゃんとヘビー、ヒーロー対策してちゃんとヘビー出してくれる人めちゃめちゃいたから、チャンス持ってる人が。あれは、索敵刺さるんよね。ヒーローを逃がさないっていう動きができてた。多少無理めに攻めたけど、まあ、味方信頼してたからな。ちゃんとヒーロー撃ってくれる味方信頼してたんで。あぶねえ。いや、なかなかの勢いでしたね。いや、真ん中残したら結構怪しいからね。相当連携に自信があるか。まあ、はたまた無謀可能に択なんで。はい。というわけで今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。